秋田県立近代美術館から3点ご紹介いたします。1点目は企画展、食、自然からの恵みです。私たちの生活に食は欠かせません。作家たちにとっても食に関する情景は良きテーマとなり、多くの作品が生まれております。米作りなど食料生産の様子や採れたてのみずみずしい食材、餅作り、鎌倉の中の様子など、山や海、広大な水田に恵まれた秋田の豊かな食生活に基づいた作品100点以上を展示いたします。それから担当学芸員によるギャラリートークを2回開催いたします。1回目が2月14日日曜日、2回目が3月6日日曜日、どちらも午後2時からの予定です。参加無料です。またワークショップ米粉でパンケーキも開催いたします。こちらは小学校低学年以上一般の方を対象に定員16名の要予約となっております。募集期間は2月5日金曜日から2月25日木曜日の間、参加料は500円です。ぜひご応募ください。食に関する日本画や版画、写真やスケッチなど楽しめるこの展覧会、会期は2月の13日土曜日から4月17日日曜日まで、観覧無料です。ぜひご来場ください。2点目は秋田ロシア音楽祭組織委員会主催のコンサート、大山秀子、土崎博人デュオリサイタルです。日時は2月14日日曜日午後1時から2時までの1時間、入場無料です。ピアノと声楽のデュオをどうぞお楽しみください。コンサート終了後すぐに先ほど紹介しました食、自然からの恵みのギャラリートークが始まります。3点目は南海中学校美術展、奈良岡焼と62色のきらめきです。先月12月からスタートしましたこの事業、すでに稲川養護学校、小保内中学校の展示を終え、現在3校目の南海中学校生徒作品を展示しております。地元の伝統工芸、奈良岡焼をはじめとする絵画や立体の作品をご覧いただきたいと思います。会期は1月26日から2月14日日曜日までとなっております。こちらも入場無料です。以上3点、どうかよろしくお願いいたします。